それでは早速ご登場いただきましょう。大野翔太選手、大谷翔平選手、そしてプロ野球解説者の中山由伸さんです。どうぞお願いします。ご紹介いたします。大野選手、大谷選手、立山義成さんです。ではどうぞお座りください。いやー、いよいよ開幕が迫ってきたなというワクワク感がね、ファンの方にも充満しているかというふうに思うんですが、立山さん、はい、まずはですね、はい、今日はお二人来ていただいておりますので、我々が知らない情報なんかもいろいろ聞いていきたいと思うんですが。聞けるんですか？それは立山さんの腕です。あ、はい、まあ、あの裏で打ち合わせしっかりしてきましたんで。わかりました。いろいろ出せるように頑張ります。はい、まず今年ですね、ファイターズが新しくやったことといえば、はい、なんといってもアメリカキャンプ。そうです ね。そして、立山さんは名護もずっと行かれてたということで、はい、1ヶ月キャンプ取材、もうずっとね、選手に密着しすぎて最後の方は嫌がられてましたけども、我々の話よりね、もう皆さん大谷、大野両選手の話聞きたいと思うんで、早速ね、どうでしたかアリゾナキャンプは。あ、大谷選手、はい、僕自身は面白かったです、うん、まあ、中には面白かった、はい、日本でやりやすい方がいいかなって人もいましたけど、僕はすごい面白かったです、うん、全くその苦難部分はなかった。まあ、なかったですね。あの食事もでも、夕食も日本食出たりしてましたし、 そうですね、そんなに、そうですね、なかったかなと思います。練習環境も抜群で、はい、僕はやりやすかったです。やりやすかった、はい、一方の大野選手は。僕もやりやすかったです。行きたかったんで。行きたかったんで、はい、メジャーにですか。メジャーは違います。あ、すいません、すいません、はい、はい、環境面も食事も、そうですね、向こうで一回やってみたいって気持ちがあったので、すごく良かったと思います。ね、調整は2人こうオープン戦見ててもうまくねいったという感じはするんですけども、やはりアリゾナキャンプがあったからこそ162キロ出たんじゃないですか、ね、そうですね、はい、まあでもいいキャンプでした本当に。あ、ね、はい、ちなみに何が一番良かったですか、アメリカの中で。何ですか。でもやっぱり練習環境じゃないですかね。例えば日本とここは違うなと感じたところ。あ、もう朝行ってからもう夕食まではずっとこうクラブハウスでやるので、本当に寝に帰ってっていう、ホテルは寝るだけみたいな感じなので、もう常にこう野球場にいる感じでした。はあ、そんな中で一番このトレーニングがちょっと日本と違って印象的だったなというような場面ってありました？まあ、トレーニング自体で驚いたことはなかったですけど、もうウェイトルームの広さと器具の豊富さは、はい、もうびっくりしました。そんなにたくさんあるんだったら何から使おうか迷いません？いや、どうですか、見たことないこうマシンとか。どんなマシンですか？まあ、レッグプレス系とか、ローイング系 の、 マシンとかはこう日本ではこうないような、まあ、アメリカの会社のやつなんですけど、これあったら便利なんだろうなっていう感じでした、ね、思わず日本に持って帰りたいような器具ってあったんじゃないですか？そうですね、便利な器具もたくさんありましたし、まあ、本当外にこう人工芝が引いてあって、そこでこうなんていうんですかね、軽いトレーニングもできたりとか、うん、雰囲気もすごいかっこいいですね。あ、そうですか。え、翔太は？大野選手は、はい、結構トレーニング好きって聞いてるけど。いや、まあそうですね、広かったんで、うん、名護に帰った時の、狭さにちょっとびっくりしたですね。なんかみんな言ってたのは、はい、トレーニングでも同じ器具が何個もあるから順番待ちしなくていいと。そうです、本当待たなくてよかったんで、もうスムーズに朝から晩までみんなができたのかなっていうふうに思いますけどね。なるほどね、はい、大野選手が一番使った器具ってどんな、どこを鍛える器具だったんですか？僕はなんかいろいろ使ってダンベルも使いましたし、なんかこれっていうのはないですけど、はい、フリーウェイトのやつも常に使ってましたし、はい、効果ってちょっとどこら辺に現れてるもんなんでしょうか？
ここら辺脱ぎます、脱いでくれるんですか。いやでもね、その体つきといえばね、あの大谷選手は非常に今年体も大きくなって、はい、ピッチングにもバッティングにもいい影響が出てますか。そうです、感覚的にはすごくいいですし、あのここまで怪我なくこう来てるのもすごくいいかなと思います、うん、なるほどね、はい、あのこの場で一番私聞きたかったことなんですけども、オープン戦しかも序盤の段階で162キロをマークということで、あれは今大谷選手の持っている 100% の状態ですか、それともまだまだこれからスピードも出てくるんですか。そうなんですかね、もうでも去年よりも本当にスローペースでこうブルペンも、うん、アリゾナでは本当にこうブルペンで4割とかこう、そうでしたね、ぐらいの感じで行ってたので、はい、こっち帰ってきてこうどうなのかなっていう中で、まあ、上げた時にしっかり投げれてたので、まあ、まだ100ではないと思ってるんですけど、はい、でもいい感じでした、はい、まあ、いい段階で調整していく中での162キロ、これは我々あの期待せざるを得ないんですけども、シーズン中の163キロ以上というのは出せそうですか。いやもう頑張りたいなと思ってるんですけど、なんかあと1キロがこう、はい、いつも超えれないので、はい、まあ、今年は出ればいいかなと思ってます。楽しみですね。ちょっと あと1個だけ聞いていいですか、はい、あの受けててどうでした。そう、やっぱり、まあ、もちろん早いと思うんですけど、今まで受けたレベルの球ではないとか、はい、そうですね、まあ、僕本当に球速見ない人間なんで、まあはいはい、まあ、本当に受けた感じの球の質感と重さで感じるので、もう受けた瞬間これは出たと思いました。早かったですね、あの1球目投げて160キロの時に、はい、あのその前にサインを出した時の首の振り方がちょっと本気だったんで。なるほどね、はい、雰囲気でも分かるんですね、バッティングですか。そう、あ、もうここはちょっと本気で来てるんだなと。2アウトランナーなし、はい、外国人打者、はい、来るなと。そうですね、もう次の球は来るなっていうふうには思ってましたけど、でもそこ冷静で最後もう一球来るのかなと思ったんですけど、あのしっかりフォークを投げたっていうのがちょっと冷静だったですよね。あれ確か、はい、そう、冷静でした。あの辺がピッチャーとしての成熟度も伺いますよね。はい、で僕から聞きたいんですけど、大野選手その160キロ受けるどこ見て受けるんですか。球なんてほとんど見えてないに近いじゃないですか。まあ大体来るんじゃないですか、その辺に。大体この辺。まあもう本当もう全然取れないとこ来たら多分本当取れないと思います。ですよね、はい、もうそれはだから諦めます。諦めるんですか、はい、取れないです。満塁で諦めないでくださいね、絶対ね、はい、必死に取りに行きますけどね。ですね、はい、あ、満塁では絶対やめてくださいね、はい、満塁でよろしくお願いしますね。大丈夫です、はい。ということで、であとやっぱりこのオフの話題で言うと、あのオフで言うといろんなトレーニングがありますけど、体重の増減っていうのも気になりましたよね。すごかったですよね。え、大谷選手一回太って痩せたんですよね。太ったって言わないでください、はい、増やした。筋肉ですから、はい、太ったんですよね。太りましたね。何キロまでいったんですか。102ぐらいです。 102?、はい、0.1 トンっていうことですよね。そしたらね。そうですね、はい、すごい。102キロで今現在は、まあ、95、6ですね。その体重、ボール扱うだけじゃなく自分の体重も扱ってますからね。すごいですよね。体重減らすコツ聞きたい人、ほら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 、ちょっと大谷選手伝授してくれますか。いいんですか。はい、いや特にはないんですけど。ないわけないじゃないですか。普段の生活でそんなに痩せないませんもん、はい、だって。でもそのやっぱり上げるときには体重を、食事を増やして、はい、トレーニング量を増やすんですか。増やすのもそうですし、あの内容とか、まあ、言い出したら結構こう箱高っぽい感じになってくるんで。いやいやもう、はい、もうそれぐらい、まあ、食事の回数も増えるんですよね。回数も増えますよ。1日何回ですか。1日その補助食品とか回したら7回とかです。7回。7回でトレーニングをして、で逆にこう体重を絞っていこうかなという時は、はい、食事の回数も減らすんですか。回数はそんな減らさないですね。あ、まあ、しっかりこうタンパク質はしっかり取りたいので、はい、内容をこう変えたりとか、取るものを変えていく。はい、すごいですね。ちなみに大野選手はこのオフは体にこう何かこう、まあ、体重の増減を含めて実はすごいことしてるんですよ、オフに。何ですか。何ですか。いや、まあ、今年初めて断食して、うん、一回体をきれいにして。断食、はい、具体的には どのぐらい食べないんですかね。いやでも初めてだったんで、とりあえず3日間だったんですけども。3日のまず食わずなんですか。
お水とそのファスティングドリンクっていうのがあるんですけど、そのドリンクのみで3日間です。3日間。はい。体重にして何キロ？僕 5っすかね。5キロ落ちたっすかね。5キロ。はい。はー。で、体に現れた変化ってどんなことがあったんですか？前食事もちょっと気を使ってて、そのファスティング終わった後の、まあ、断食なんですけど、断食終わった後の3日間もおかゆのみだったんで、はい、まあ、それも全部気をつけてやって、もう今すごく体状態良くて、洋風とかでも、だいたい冬に僕風邪ひく体質なんですよね、うん、でそれは今年なかったっす。へえ。なんか食事で聞いてたら、うん、入院でもしてるのかなみたいな。まあ、結構ね、ファイターズの選手で断食する選手多いんですよね。今年多かったですね、はい、若い選手も何人かして。あ、そうですか、はい、リバウンドしたって言ってましたけどね、うん、大谷選手はそういう断食にあまり興味はないですか？したことはないですよね、もちろん。でも体絞る過程での半日はしました、はい、最初の半日、はい、僕は断食そんなにこう押してないので。あ、なるほど。断食派ではない、はい、僕断食派ではないので。なるほどね。半日断食って言いましたけど仕事忙しかったら半日ぐらい飯食わないってこと結構ありますけど、ね、それ断食って言っていいんですか？いや、そうなんですね。7回取ってきてる。いや、それが大事なんです。あ、なるほど。半日でこう、そう、それが大事なんで一応やりました。7回取ってる大谷選手だからこそ半日が断食になるわけですね。そうですね、はい。ポテトチップスばっかり食べて7食食ってる人は半日でも断食にならないみたいな。これファイターズの中では結構ね、意見が分かれるんですよね。断食を推奨する派と、もうそんなこと、もう何やってるんだお前たちみたいな派で分かれるんですけど、まさに今その向こう側にいる人ですよね、大野選手は。そうですね、はい。僕もね、僕も断食派だったんですけども、金子選手ね、元選手に、お前はバカかって言われましたから。で、本当にすごい分かれるんですね、そこで、はい。だって金子誠今コーチですけど、はい、晩酌しないと嫌な方なんですよね、だってね。いや、もう本当なんか不摂生してホームラン打つからプロなんだってタイプでしたから。すごい。まあそういうタイプではないですけどね、2人は。なるほど、はい、そうですか。といってこうオフは鍛えてきたということなんですが、そうですね。さて、実戦も始まっていますけど、立山さん、実戦で気になることたくさんあるんじゃないですか、お二人には。いや、もうその僕はとにかく162キロをなぜこの時期に出せるのか、うん、もうそれだけをもう知りたくて、まあ、今聞けたんでね、よかったですけども、まあ、2人ね、まあ、昨年のベストバッテリー賞ですか、うん、まあ、今年も硬いですね、はい。どうですか、大野選手、自信のほどは。そう、まあ、僕が問題でしょうね。しっかりと守ってね、試合に出れるようにしておかないと、いつ変えられるか分からないで、しっかりやりたいと思います。まず翔太でいいですか？はい、翔太でいいですか？いや、もう、はい、僕選ぶ権利ない。あ、そうですね、はい。どうなんですか、ぶっちゃけ大野選手のリードって、はい、首振る回数って、なんか多かったりとか少なかったりとか、傾向どうですか？首振ってる時はもう勝手に振ってるので、もう僕も振ろうと思ってないですし、自分では一回も振ってないつもりでこう試合を終えてるので、実際振ってると思うんですけど、はいはい、でもこうある程度一緒ですね、考えてることもそうですし、やっぱ長いので一番、うん、はい、首振る回数は一番少ないかなと思います、はい。ということなんですが、大野選手いかがですか？いや、でもまあ首の振り方とかで自信があるのかないのかっていうのはなんとなく雰囲気で分かるというか、っていうのはありますけど、まあ、でもどんどん首振っていいと思いますよ。投げたいもん投げていいと思いますし、それを考えていくのがキャッチャーだと思うんで、はい。じゃあベストバッテリー賞今年もいただきということでいいですか？いただいてくれるでしょう、うん、そうですね、いいですか？はい、大丈夫です。で、その今シーズンの気になる開幕なんですけれども、3月25日、QBC マリンフィールドでの千葉ロッテマリン戦開幕投手に、2月22日午後2時22分22秒栗山監督が発表したのが大谷投手ですね、ということでしたね。どうすか、立山さん、開幕投手ですよ。いや、もう分かってましたよね。やるつもりでずっとキャンプオフも過ごしてましたよね、もちろん。そうですね、僕はそのつもりで頑張ってきました。もう自覚ありますか、はい、ね。で、伝えられたのが2月8日そのあたりです、はい。そのあたり、はい、なんか監督がこだわってこだわって、はい、ベイブルースの誕生日にわざわざ渡したんだっておっしゃってましたけど、はいはい、
6日かよ、どっちか。6日じゃないんですか。6日だったよ。いや、今なんか言われたらそうだったかなっていうのをなんか説得されてる感じだったんで。監督、大谷選手覚えてません。大丈夫です。ね、大丈夫です、はい、そういうね、こだわって渡した。で、2時22分の刻限に関してはどうですか。いやー、もうなんかいろいろ考えて、こう本当に発表もそうですし、やってくれてるなっていうのを感じます。その期待に応えたいなとは思ってます。監督の頑張ってる感だけはしっかり伝わってますよね。もちろんそう、ダブルキーとしてそこが大事ですから。はい、はい、そうですね。で、やっぱり重要なのが、まあ、キャッチャー1球目何投げるかっていうことなんですけど、大野選手。いや、まだ開幕捕手発表されてるんで分かんないですよ。大丈夫ですって翔太。大丈夫です。そこは冷静ならなくていいの。そこはもうなってる体で話してくれたらいい。そういうことですよ。あ、そうなんですね。すいません、ね、はい、いや、まだ発表されてないですか。発表されたけど、はい、もしあの6時半のプレーボールの、ね、はい、時にあの、まあ、上がりますよね。でそれで、第1球投げるとしたら何でいきますか。そうですね、まあ、ストレートがまあ普通じゃないですかね。あ、はあ、これ皆さん言わないでくださいよ。ツイッターで大野1球目ストレートだってよとか。ダメですよ、いきなり打たれるって可能性ありますか。大丈夫です、狙ってても打てないですから、大谷投手のストレートは。出た、はい、大丈夫です。いいですね。だってメジャーリーガーで、ね、ギャレット、はい、まっすぐ狙っていくの分かってて、まっすぐ投げるんですから、で空振り取るんですから、大丈夫ですよ。あの時、はい、狙って投げたんですよね。あの空振りは取りに行きました、はい、すごいです。で実際空振り取れたらどんな気持ちになるんですか。そうですね、まあ、狙ってこう取りたいなってやっぱ思ってるので、取りたい時に取れるのがやっぱ一番ベストですし、たまたまこう取れましたとか、たまたま打ち取りましたっていうのはあんまり内容的に良くないので、その辺は良かったんじゃないかなと思ってます。じゃあ自分でも納得の一球だったと。いや、あのね、はい、あのキャンプの初戦からあのもう狙ってから振りを取るっていうのをね、アリゾナからやってきたんですよね。そうですね、特にまっすぐでこう取りたいなと思ってたので、はい、ずっとやってきました。なるほど、じゃあもう今年本当に期待ということですが、期待といえば今シーズンですよ。あの立山さん、この2人に求めることってどんなことを求めますか。やはりあの大谷投手は20勝200イニングをエースとして達成してほしいですよね、うん、まあ、勝利数20勝というのは後からついてくるものですけど、でもね、大野翔太はね、今年3割打つらしいんですよ。僕に言いましたから。なんで笑うんですか。もうそうですね、笑ったらダメですね。そう、有権利ありますかね。そうですね、はい、3割3割3割、はい、3割3割設定からの2割8分6分下げないで、下げないで、設定は高めにしておかないのね。じゃあ3割3分3厘目指してくださいよ。そう、トリプルスリー。トリプルスリー、3割3分3厘って言ったんですよ。トリプルスリーって、トリプルスリーいきますか。そしたらいや、でもそれぐらいだったら3割ぐらい残してくれるんじゃないですかね。頑張りたいです、はい。どうですか、今シーズンのバッティングに関しては。まあ、いろいろ考えてというか、いろいろ変えて、もう全くゼロで今考えてやってたんで、うん、オフから、まあ、それはいい形となって今は出てるんで、まあ、シーズン入ってからどうなるかまだ分からないですけど、はい、まあ、手応えはあるかなと。いや、まあ、シーズン入ってからですね。シーズン入って結果がどう出るかを見てみたいと思います。わかりました、じゃあ期待しております、はい。